よっしゃ。おつです。はい、あ、ほうじゅうさんいらっしゃい。おー、ちょっと待って。お気の毒ですが、冒険の書一番は消えてしまいました。うん。ちょっと待ってね。もう消えちゃってんだよね。ブレイブさおつん、です。少子さん、カムイさんいらっしゃい。ちょっと待って。いやー、まあいいや。よし。ワクチンです。前に交換してたのはドラゴンそう。クエスト4でしたか。その通なんてり。ゲーム？あら、ワコツです。作る、あー、ないのね。なんてゲーム、ドラクエ3だよ。説明とか、ワコツです。枠名読んで。世話が焼けすぎるだろ、そんな。さあ、どうだ。おう。ドラクエはね、遅い。遅いが一番早いから。交換できるんだ。まあね、ハンダ付けしちゃダメだよ、電池を。直接ね。交換する電池って簡単に手に入りますか？正直何でもいいと思いますよ、電池だったら。単三電池でも。柔らか16。ちゃんと入れば。自力連射か。タイトルそうそうだけでわからんかった。嘘でしょ。ああ、ドラクエ知らないのかな、まさか。はい、皆さんいらっしゃい。ポーチョンさん、マユパンダさん、ライデンさんいらっしゃい。そっか、困った感じかもしれんから、ちょっとちゃんと言うわ、じゃあ。これからは。ファンさんには。ドラクエを知らないって言われちゃったら、なんでうちのコミュニティ来たの。ちょっと待って。ゲーム探ししてほしくて来たんだっけ。あのシーンで3以外を想像するのはファミコンを知らない世代で。いや、そうじゃなくてさ。タイトルに書いてあってもわからなかったっていうから、どう説明すりゃいいのかなと思って。クレーな、そんで。水が流れるのは FF だけか。止まってても。ちょっと待って、画面ちょっと明るくした。はい、スケさんもいらっしゃい。おう。どこまでもうここまで行ったらセーブされてんのかな？早い、それは。それは早いか。どこまでやればいいんだ？ドライブクエストってあるのかな？わからん。ドラえもんクエストでドラクエ、ドラ、え、ドラえもん？あ、そうなんだ。それ何番？何作目？何作目の話をしてんの？とりあえず倒そう。倒すよ、行こう。昨日放送やってたのか、秋葉行ってたから見れなくて残念。そうそう、秋葉行く人がドラクエもわからんのか。ドライブクラブ。どういうことなの？ドライブクラブならある。ドライブクラブ？ん？ああ、ドラ、クラ？ちょっと待てよ。意味がわからんな。海外の参加。へぇー。ドラゴンクエスト、ドアプ。買ったせいでそのままの名前で発売できなかったドラクエ。ドラゴンウォーリアだな。強さ装備。おう、お？なんでコンボ二つ持ってんの？え、なんでこれ？あ、仲間の文化。は？武器？防具は？え？武器しかない。あ、違う、あった。旅人の服。盾ないよ。なんでだろうね。盾持って始まる。はい、ちょっとうるさかった。どこまでやればいいかな。ちょっと待ってね。王様からお小遣いもらってる。仲間を作っては服を売ってたわ。わら。そうすると、一応は稼げるのか。ってことは二人で行けと。服なんでなかったんだろう。ちょっとちっちゃい。あれ預かり状態な。もう一回王様に話せば一応セーブできるか。あ、マジで？ちょっと一応人を連れて行こう。初見なのですか？私は。はい。はい。初見です。ペケさんいらっしゃい。加える。あ、できるじゃん。え？記録するわね。おー、なんかこれって、あ、その他の人か。おう。2階に行くと、え？え？ん？はい。あ、名場見る。上行けばいいの？ちょっととりあえずいいから上行こうか。誰か入れてセーブして、はあ、ここ、え？ちょっと久々すぎてわっけわかんないわ。猫連れて行きたいわ。
登録する。ドラクエ3なんか真面目にやんのいつぶりだ、これ。てか、セーブできんの。おーおーおーおお、登録するって何？え、ちょっと待って。ちょっと待った。待って、え？なんだ？読めない。あ、自分で作れるってことか。へぇー。そういうことか。キャラメイクですね。なるほどね。やべ、めまいした。なんで？じゃ、これでいっか。あれ？ちょっと待って。ちょっと待てー。忘れすぎでしょ、わら。いやー、忘れも何も、初見プレイで何もわからないのは普通だろ。よってなんだ。初見プレイってこんなもんだろう。あ、いやー、初見プレイ？え？初見プレイ？どうした？ NG 入れようか？どうした？大丈夫か？で、仲間は？いないじゃん。下にいるのか、そしたら。ここに出てくるってこと？仲間と変わる。加える。なんでもいいや、入れんの。あ、入ってる。いた。読めないやつ。登録。これ、いちいちうるせえな。とりあえず。あ、初見、ああ。小学校の時にやったのが最後だから、多分。そういう意味では、小学校の時にやったゲームのことをそんなによく覚えてる。覚えてるものもあるけど、ドラクエはそんな好きじゃねえから覚えてない。これで全部か。で、セーブ？みんながやってるからとりあえずやっといたけどさ。やべ、セーブはセーブは？おいおいおい。おいおい、ダメだ。こいつもうセーブしてくんないんだけど。おいおいおい、ちょっと待って。王様と、教会か？うそん。教会は？ちょっと、こっちかな。あった。教会だよね。あれ、教会でセーブって、ドラクエ4までから？教会は3からセーブ機能はなくなった。3でなくなった。誰？王様か、じゃん。マジか。なんでそんなコロコロ変える？読んでまたセーブできるよね。むしろ。でも、ドラクエ1は、言ったら王様しかしてくんなかったんだっけ？王様、3は王様。王様ってそんな字だっけ？ちょっと待って。動画から来ました、イワン。はい、イワンさんいらっしゃい。ありがとうございます。そうだよな、俺は王様。そんな王様もあったけど。和骨です。初に記録。家さんまで王様がセーブ。はい。2校が教会。あー、なるほど。そっか。ダーマの神殿っていうのが、どこ、ちょっと待って。3までが王様？ってことは王様がいるとこでしかセーブできないのか。王様、ハジルスで、しおりとさおり、にわは、エロゲー。それ本当に入んの？旅立ちません。これやんないと消えやすいんだっけ？リセットを押して、押しながら電源を切る。おお、画面ずれた。ちょっと待てよ。で、一回抜く。一回抜いて違うものをやろう。6にプレイしなくてほぼ初見なら分かりました。6にプレイしてなくてほぼ初見なら分かりました。でもドラクエ3はクリアはしてるからな。1、2、3全部は一応クリアはしてるけど。特に覚えてない。リメイク版とか買ったけどやってねえしな。ドラクエは、だってストーリーを楽しむゲームじゃないじゃん。成長して武器を買い替えたりとかそういうので、なんかこうね、困難を突破していくゲームだから。特に覚えてない、その仲間のこととか。マルチョーシリーズ。文字数少ないな。はい。はあ。へえ。そんなん言われるな。ああ。
ああ、上かな、上だ。ここから企画が変わります。ザコツ、これは良いドラクエさん。俺は、あの、ザナズを知らないから、当時からすげえこのゲーム好きでさ、よくできてんなと思ったけど、意外と怒ってる人がいて、何に怒ってんだろうって。いや、これは違う。これは、やっぱ電池交換したとはいえ、多少、時間置かないと、本当にできてるかわからないじゃない。ひゃほーひゃほー、え ?4 以降はストーリーうんぬん言う人が増えた。そうなんだよね。ドラクエってそういうゲームじゃねえからさ。怒ってたよ。あ、怒ってた？マクロスセブンも怒ってたでしょ。あれ？あ、鍵か。ちょっと目を離した隙にファのつくゲームに。そうそうそう。なんかザナドゥがさ、新作出んだよね、それもね。ファザナドゥじゃねえ、ごめん。東京ザナドゥか。なんでわかんでも東京つけんな、ほんと。そんなに東京好きなのかな？それ聞いたな。うん。おっとおっとザナドゥ新作ちょっとどんなんか気になるの。あ、そっか、何にも思ってないのか、これ教会に。はい、いらっしゃい。ここか。マジで。そうだよ。なのに当時はね、放送当時は本当にマクロスセブンは嫌がられてたんだよね。あんなもん、なんなん、あん、気味悪いみたいに言われたの。で、そういう人たち、そういう風に言う人たちがどんどんもうアニメとか興味なくなってって、世代が、もっと下の世代が、ま、セブンがいいって最初から言ってた人だけが残ったの。大体そうだよね。結局は文句言う人がいなくなって、肯定派だけが残る。だから評価されていくとかじゃなくて、評価を悪く言ってる人がいなくなる。はい。小学校の時に話で聞いた。何年生かによるかな。俺高校生だったからな、もうな。あ、いらっしゃい。さあ、もういいかな。あ、いいや。で、いやよ、さあ、どうだ。ケロさんいらっしゃい。みんな最近なんかあれだな、嫌いついてんな。マコツ、マクロス7が一番好きです。10代の俺が思います。へぇー。いいドラクエだった。F だっけ？ランカリーナやつ。あ、入ってるね。7知らなかった。7知らなかった？変わります。よっしゃー。来た。もういいよね。電源入れながら抜く、刺す、リセット、する、抜く、刺す、リセット。おお、消えるってか、今一回多かった音がケロさんが打ったから。はあ、消えるか。ちょっと待ってね、耐久です。この音楽いいな。お、また鳴った。ちょっと待って、鳴ったぞ今。なんかなんでもう一回消えた。戻るときあんだけ、ドラケって。あ、なくな、こんな消えやすいのか。そうね、だから大変だったんだよ、ファミコン時代。かなりの宝物を扱うように。と思うよ。わこつ、あ、消えたね。じゃあもう一回、あの、セーブは名前入ってりゃ OK だ。トラウマです。やわらにしよう。じゃあ今度トラウマだよな、これだけは聞きたくないって。マクロスの新作の、セーブだからだよな。パスワードだったらまあないからさ。やわらら、やわらちゃん、そうそう。お母ちゃんがファミコンの上を飛んでキャッチした衝撃で、レベルと裏思い出。あ、またいだってこと、それ。どういうこと？まあ、めったに消えないよね、言っても。僕は居眠りしている間に、母親に電源落とされて。そっか。勇者のお母さん、チャラい感じだな、なんか。ドキュンっぽい。すごい10年以上ぶりに見た。消えるとこ。やっぱ消えんだな、簡単にな。俺は消えねえかな、消えない、ちょっと消えないんじゃないかなって甘く見てたけど、やっぱ消えたな。いや、でもさ、あそこまで派手にやんなくても消えるときは消えるよな、多分。電源バチ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 やっただけでも消えるかもしんない。さっきは電源入れながらカセット抜いたりしてたから、それは消えるな。ちょっとじゃあ耐久ですよ。そうそうそう。
違うよ、赤い人、お母さん。お母さんではないの。昨日の週末は絶望でしたわ、こっち。ファミコンは1日1時間っていうのを守る、その1時間、1日1時間縛りを、続けたまま、とか守ってドラクエをちゃんとクリアした人いるのかな。おぉ。うわぁ、右行っちゃう。やべえ、こっちメンテ必要だ。高橋シーバーいい、ドラクエ。タイムアタック。セーブはまだできてないんだよね。リセット押しながら電源切るのってどうしてなんだろう。なんか一回、一旦メモリとの電源を遮断してみたいなやつよね。嘘？マジで？クリアした？下の方の画面の雰囲気が懐かしい。どういうこと？なんかビラビラしてる。記録するわ。ライアス。ライアンじゃねえ。いやー、俺なんか武道家を入れたい、あれだったな、昔は。魔法使いとかああいうの弱いのあんま入れてなかった。あ、はいはいはい。キャラが4キャラ、5キャラ並ぶと消えたりとか、横にね。スミス。男しかいないの？ていうかさ、この人頭前なんだけど。優先順位が高いんだけど。これじゃセーブできるか試してみようか。下のおっさん、カワクーニー。それでクリアしたので半年とか10ヶ月とかかかってた気がします。すげえなー、すごいな。昔はでも1年間あのトップ10に、売り上げトップ10に入るゲームとかザラだったからさ。レイヤーが最前面の設定のおっさんね、なんかレイヤーが上の方にあるっていう。ずいぶんもういいかな。一回もう一回セーブしよっか。じゃあもう一回セーブして別のゲームやって。そんなだって遊び人連れていかないのか。いなかった、さっきのあん中には。うろ坊さんいらっしゃい。電池交換してくれる店とかないかな。自分ではできない。おー。でき、俺も別にできないけどやるよ。そんなに難しいことではないというか。おっとっとっと。電池ってでも俺が持ってるゲームで切れたことないんだよな。はい。ファミコンですら切れたことがない。まだ。あ！旅立っちゃった。違う。今、あ、ドラクエって白できるのかな。いや、プレステ1のドラクエ4やった時にさ、ちゃんとさ、電源を切る画面が用意されてんだよね。あれがちょっと笑った。やったーと思って。そうで、旅立たない。そう、プレステ1ですらこの画面があるのよ。いつ切ったらいいかわからない人向けなんだろうね、多分。せい、ドン。なんか今ガルってなったな。やったー。調べてみます。メガドラやりたいのあるし。あ、メガドラで？メガドラの電池って、セーブって何？あー、そっか、あるか。あるっちゃあるか。途中から教会に変更された。なんか、1、2、3で王様で、4からだって、教会は。王様はそういう仕事をできなくなった。やばい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 。やばいやばい。貫通しねえのか、これ。お前。え、なんでこんなに下手なと俺。びっくりした。これイライラした。本当に？またがスースーしそう。またが、意味わかんない。バーミリオンか。いいな。もうちょっと戦闘が面白かったらな。ボス戦とあれ違うんだよね、雑魚戦。なぜかジャンプしたくなる。多分ジャンプした方がいいんだよね、これ。過去貫落ちまくって貫通しないのかって卑猥。貫通？いやいやいや、違う違う。貫通？いやー、貫通はあの敵を貫通するかなと思って。本だよね、なんか絶対これやるよね。あとこいつ。ギャップね。いけるか？無理か？無理か？倒すしかないのか？おぶっす。音ちっちゃいな。あ、やるか、もうちょっとやるか。いや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 。キャプタンまで短くなるから連射少し早くなるんですかね。多分あると思いたい。おお、おお、こいつ下まで来ると何するんだろう。やべえ、落ちちゃう落ちちゃう落ちちゃう。ちくしょう、もういい、無視していこう。敵出すぎじゃね？こんなだったっけこのゲーム。危ない危ない。いや、むずいよね。敵がだっていろんなとこから来るの。
おう。あれ、一個なくなってねえ、真ん中。あれ取られたっけ、取られたまま死んだのかな、俺が。ただ、このゲーム、なんか変な人気あったよね。出た、この真ん中ねえパターン。いくか、これで。これで、いくか。いければいける。いければいける。よっしゃ、いったー。これなんかさ、ゲームウォッチでなかった、これのゲームウォッチ版。なんか、あ、なんか誰か来た。え、いけたよ。なんかあってね、2画面ゲームウォッチだか、ワイドスクリーンだか、どっちかで。あ、あったよね。なんかあの、音質を守る。これ、お前ずるいってそれ。無効なのかそれ。無敵なのか。これなんでゴリラあんなとこいんだろうね。そもそもが。蜂蜜取り来たにしてもちょっとよくわかんない。花取り来たのかな。妹の病気治すための花が必要なのかな。てか、なんでお前刺されねえんだよ、そして。お前がやってんじゃねえか。いやーいやー、もういいかな。じゃあ行こうか。よし。で、セーブが残ってれば、残ってる。やめろ。ちょっと待ってね。あ、これ忘れてた。やんなきゃいけないことがあった。なんかね、姉貴の旦那がね、いくらセーブしても消えるから、なんか切れかけてたらしいんだよね。これ。やられた時の音がすごい。やられた時の音。あれね、怖いよね、ちょっとね。はい。で、でだ。はいはい。で、いけるかな？電池交換はちょっとハンダ選びますもんね。ハンダで電池をつけちゃダメなんですよ。電池、ボタン電池を熱するっていうのがいけないからさ。犬さんいらっしゃい。だから結構、ホットボンドとかあった方が楽。てか、ホットボンドはないと、俺は辛い。やっぱなんかテープで貼ったりとかするのはさ、テープって、そんな持たねえじゃん。ミラクルハンダって何？なんだその怪しい感じ。ミラクルハンダ。そういやアメトークのドラゴンクエスト芸人でこの結婚の話普通にしてたけど。普通にしてたって何？普通にしてたって何？デボラに関しては言ってなかった。普通にしちゃいけない話なんだっけ？結婚の話って。ネタバレ？装備とかどうなってるの？何もねえか。おいおいおい。当時バックアップシステムって単語が新しかったね。そうね、ただ、ジャーバスとかで先にやってたからさ、やっとあのパスワード地獄から解放されるっていう喜びはあった。ただパスワードじゃないと、一個前の記録に戻ったりとかできないから、すごい嫌だった、なんか。セーブって結構不便だなとも思った。そう、そうそうそう。そう、なんか、ビニールみたいな、なんつうの？ローではないんだけど。あー、ちょっと待って。装備？装備？違う。ブー。結婚イベントって誰もが知ってるけど、一応購入は人生の大きな選択って濁してなかったっけ？あ、そう。ただ、あれのせいでめっちゃ売れたらしいよね。え、武器？あ、え？あ、そういうことか！そういうことか！道具で渡さなきゃいけねえのか。なんてめんどくさい。てか、いいや。とりあえず戦闘行こう。こんだけいたらボコ殴りでいけるじゃん。いや、でもブラウン管のテレビより綺麗なんだよな、この USB の。なんだっけ、GVUSB とかさ。そうだよ。それは、でも字を、あの、おかげでさ、字が上手くなった子供とかいんのかな？パスワードを間違えたくないから。ないがために、字が上手くなった子供。うわ、誰死にそう、ライアス。大変なんだな、素手だと。キー。なんかミスったし。あ。カラスとスライム仲いいな。今なら携帯で撮れるからな。そうだな、本当だよな。昔ビデオテープでデッキで撮ってる人いたらしいけど。このおかげで
字がドラクエフォント風になったりして、わら。なのでその自分の字がいやでも今でも小学校の時のパスワードのノートがあるからさ、やろうと思ったらできるんだよね。それドラクエ1,2とかはさ、パスワードのゲームは全部。そういう意味ではやっぱりバックアップっていい、すごくいいけど、それドラクエ1だね。海外版では治りました。あの人と話す時になんか北とか南とか選ばなきゃいけなくて大変だった。はい、いいえ、とりあえず、オッケーだね。ん？ああ、いや、これは、どうなんだろう。えい、なんか画面が真ん中に来るね。さあ、じゃあなんかやるか。ロックマン2と3のパスはまだ家にある。わら。イエス。ロックマン2。ロックマンパスワード楽だったよね。粒だったから。はい、禁止がオレンジ。禁止がオレンジ。今の緑は何なの？文字数が少ないので容量が空いたって聞いたことある。英語だと。毒でもなんか毒なんか食らう人いた？毒を撃ってくる人、カラスかい。電子化便利になるけど、そのリスクを簡単に表しているのか、パスワードとバックアップ電子の関係。おお、間違えた。麻痺だった。麻痺。今は毒やってなくなかった。うん、多分毒じゃない。死んだのが赤で禁止が緑なんじゃないか。ドラクエする分かんないけど、そうそうそう、これ香港の人、香港人強すぎる。ああ、はあ、いやー入った。さすが。いや、このねスト2はねゲーセン版からの移植だから熱いのよ。スーファミ版の移植じゃないの。うひゃー、うわ、だからスーファミではカットされた技とか動きがあるのよ。なぜかたまらないっしょ。なんかやるな香港って思った。そうかもしれん。ピヨッタ、これえひゃ、ファミコンに移植。何がファミコン版移植だね。曲でもちゃんとしてるか。おお、面白いよ。ただ1と2と3で結構違うから、1はヴァンパイアハンターみたいな目押しコンボが。おいっす。そう、スーファミで結構カットされて、膝蹴りとかさ、あと空中でこうくるって回る動きとかはなくなってるんでね。やっぱメモリが足んねえってのあるから。ただこっちはスーファミ以上にカットされてる技が多いけど、あと勝利権コマとか全然違う。正直これ編み出すの大変だったわ。危ない。ああ、削りがないなと。ああ、ああ、当たっちゃった。多段ヒットある。よくできてる。これのね続編はベガがちゃんと使えるバージョン。王様カール味覚るんだろうな。おいカプコン。なんだって？カリにはカリのカリンお嬢様。あ、カリン。カリンゼロの。あとあれもいなかった？ソドムとか？ガイルステージが夜だから。おお。よしいいね。よし。ドラクエ3。ドラクエ3だじゃない。ドラクエ3はチェック終わりました。無事に終わった。ちゃんとセーブできてました。テリー・アンディ？それは違うやつだ。楽しい。あのね、マイク・タイソンで、ボクサーでマイク・タイソンに名前が似てるとちょっとダメだからだよ。うん。だからです。そういうユンゲラーも怒られたじゃない。そういうことだよ、だから。待てないかい。スト2だね。ああ。昇竜拳潰されたんだけど、あんな、ああ、無敵に。へへ。おお。そうね、意外と、ただ曲が超適当なんだけど。